アルゼンチンワインは南アメリカのアルゼンチンで生産されるワイン。2016年頃のアルゼンチンのブドウ栽培面積は538,071エーカーである。2003年のワイン生産量は132万キロリットル、輸出量は18万キロリットル、輸出金額は1億6,900万ベイドルだった。2013年のアルゼンチンのブドウ生産量は世界第6位。 ワイン生産量は世界第5位だった。かつてアルゼンチンのワイン生産量は非ヨーロッパ諸国で最も多かったが1990年代初頭にはアメリカ合衆国に抜かれた。20世紀末に至るまでアルゼンチン産ワインはわずかな量が輸出されていただけであり、そやな品種を用いた濃縮ブドウ果汁をアメリカ合衆国、ロシア、 日本などの清涼飲料企業に輸出することで成功を収めていたが、近年ではワインの輸出量も増加している。2006年のワイン輸出量は、総生産量のわずか10%であり、特にアメリカ合衆国での需要が多かった。南米産ワインに輸出市場を支配しているのはチリワインであるが、アルゼンチンはチリの約1.5倍のワインを生産しており、 アルゼンチン産ワインは特にアメリカ合衆国の市場での影響力を強めている。2003年のバルクワインの輸出量は南アフリカ、ロシア、アンゴラ、日本の順だった。輸出金額第1位は日本であり、日本には相対的に高品質のワインが輸出される。アルゼンチン産のテーブルワイン国際ウ・ブドウ酒機構によると2011年のアルゼンチンの ワイン消費量は24.1リットル人であり、同じ新世界ではオーストラリアとほぼ等しくアメリカ合衆国を大きく上回っている。アルゼンチンで最も重要なワイン産地はメンドーサ州であり、サンフアン州、サルタ州、コルドバ州などでもワインを生産している。2000年時点ではメンドーサ州がアルゼンチン産ワインの約70%、サンフアン州が 約20%を生産している。アルゼンチンの主要なワイン産地は、標高が高くて湿度が低いため、他国のブドウ畑に影響を与える、害虫、菌類、カビ、他のブドウ病害の問題にほとんど直面しない。低農薬、または無農薬で栽培することも容易であり、有機栽培ワインでさえも、容易に生産できるが、アルゼンチンの有機栽培認証制度は、 日本農林企画とは互換性がないためにアルゼンチンで承認された有機栽培ワインがそのまま日本で有機栽培ワインと名乗ることはできない。アルゼンチン産、マルベックのボトルアルゼンチンは世界で最も高品質なマルベック種のワインを生産する地域として知られている。アルゼンチンのボナルダ種から生産されるワインはイタリアピエモンテで栽培される 同一品種から生産される果実味豊かな軽いワインとの共通点はない。トロンテスラネはアルゼンチンでしか栽培されていない品種であり、主にサルタ州やラリオハ州で見られる。カベルネソービニオン州、シラー州、シャルドネ州、他の国際品種もより広い範囲に植えられるようになっているが、いくつかの品種は、 特定地域のみで栽培されている。アルゼンチンの地勢アルゼンチンの主要なワイン産地は、アンデス山脈の山麓である国家の西側半分に位置しており、大まかな北限は南移22度、南限は南移42度である。アルゼンチンの面積はヨーロッパの主要ワイン生産国であるフランスの約4倍である。産地の大部分は半乾燥生気候であり、 年光水量が250ミリメートルを超える都市は、稀である。カタマルカ州、ラリオハ州、サン、フワン州、メンドーサ州東部のような温暖な地域では、生育期である夏季には高温となり、日中の気温は、摂氏40度を超えることがある。一方で夜間の気温は、摂氏10度を下回ることがあり、大きな日周温度変化を生んでいる。サルタ州、カファジャテ地域、 リオネグロ州、区判で空除やトゥプンガト群を含む面倒砂州、西端部など一部の地域はより温暖な気候である。冬季の気温は摂氏0度まで低下する場合があるが、大気の循環に乏しい調高地以外でブドウ畑への構想は稀である。年降水量の大半は夏季の数ヶ月に降り、しばしばブドウに損害を与える可能性がある氷が降る。 これらの温暖な地域では年間の日照日が平均3 2 0日となる。特に北西部のワイン産地は初夏の開花期にアンデス山脈から吹くハリケーン級の強風、損打の影響を受けやすい。暑く乾燥した激しい風は開花時期を狂わせ、深刻な収量の減少につながる。生育期の大部分は乾燥して湿度が欠如し、様々なブドウ病害や、 金星腐敗などの危険性を抑えている。多くのブドウ畑では農薬を用いずに有機ブドウ栽培に資する条件で栽培されている。周期的に発生するエルニーニョ現象は生育期の気候条件にはっきりとした影響をもたらす可能性があり、1998年にはエルニーニョ現象によって引き起こされた豪雨が広範な地域での腐敗や金星病害につながった。 アンデス山脈に陶器に降った雪は春季に誘拐し始めダム、運河、水路などの複雑な灌漑設備が乾燥したワイン産地でブドウ栽培を維持するのに不可欠な水を供給する。大半のワイン産地はアンデス山陸に位置し近年にはより山脈に近い高標高にブドウが植えられる傾向がある。アルゼンチン全体で土壌は主にお奇跡や砂質であり一部では 粘土質、砂利質、石灰質の仮想を持つ。リオネグロ州とネウケン州にワイン産地がある。涼しいパタゴニア地域では土壌にジョーク質が占める割合が多い。クリップアルゼンチンにマルベックダネを持ち込んだサルミエント州知事アメリカ大陸でのブドウ栽培はスペイン人の到着と共に始まり、かなり遅れてポルトガル人もブドウ栽培を開始した。 セビリアの契約業者は、新大陸に向けて出港する、各船舶に一定数のブドウの苗を積み込むとする命令を受け取っている。1541年には、大西洋と接するラプラタ川沿いに、ブドウの苗が植えられたが、湿度の高いア熱帯の気候に適応できず、ラプラタ川沿いでは、ブドウの木は育たなかった。1542年にはペルーで栽培されていた、苗から得られた。 乾燥種子がサルタ地方に植えられ、1556年にはフアンセドロン神父がチリのセントラルバレーからアルゼンチンにブドウの挿し木を持ち込み、サンフアン地方やメンドーサ地方にアルゼンチン発のブドウ畑を設立した。チリでパイス種とカリフォルニアではミッション種と呼ばれるブドウはこの時期にアルゼンチンに持ち込まれたとブドウ栽培学者は考えている。 この品種は続く300年間にアルゼンチンのワイン産業の根幹となったクリオーリャ地下種の前身だった。1557年にはイエズスカイ宣教師によってサンティアゴデルエステロ地方にアルゼンチン初の商業的なワイン生産を行うためのブドウ畑が設立された。1560年代初頭にはメンドーサ地方にも商業的なブドウ畑が設立され、 1569年から1589年には、サンフアン地方にも広がった。宣教師や入植者は、複雑な灌溉水路やダムを建設し、アンデス山脈の溶融氷河からブドウ畑に水を運んだ。1739年の国勢調査によると、面倒さ地方には120のブドウ畑があった。1911年のアルゼンチンの鉄道も、中央左に、 面倒さがあり、赤線の路線で、ブエノスアイレスと結ばれている1853年には、アルゼンチン発の農業学校が、面倒さ州に設立された。1860年代に、サンフワン州知事を務めた、ドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエントは、フランスの農学者であるミシェル・エメ・プジェを、農業学校の校長として招聘し、フランスから、ブドウの挿式の導入を進めた。 プジェがアルゼンチンに最初期に持ち込んだ品種の中にマルベック種があり、彼は初めてマルベック種をアルゼンチンに植えた人物である。アルゼンチンの人口は国土の東側半分で成長したが、ワイン産業はアンデス山麓がある国土の西側半分に集中した。ワインは入馬者に積まれて長い道のりを輸送されたため、ワイン販売は困難を要する仕事だった。 1885年には、フリオアルヘンティのロカ大統領がブエノスアイレスとメンドーサを結ぶ、アルゼンチン鉄道を開通させ、武道産地からブエノスアイレスに向けた輸送ルートが、築かれた。メンドーサ州知事で、エルトラピチェワインエステートの所有者であるティブル氏をベネガスは、アルゼンチンのワイン産業が生き残るためには、市場が必要であると確信し、 この鉄道の建設に資金を提供して、完成を後押ししている。アルゼンチンワインの近代化は、メンドーサ州とサンフアン州で起こった。1880年から1910年に、アルゼンチンに流入したヨーロッパからの移民は、カベルネ・ソービニオン州、ピノノワール州、シュナン州、マルベックダネ、メルロー州、バルベーラダネ、サンジョベーゼダネ、シラー州、 リースリング種などの品種をアルゼンチンのブドウ畑にもたらした。これらの移民の多くは、故郷でブドウ畑を荒廃させたフィロキセラの惨劇から逃れてきたものであり、アルゼンチンに高度な専門知識やワイン生産の知識をも持ち込んだ。1873年のアルゼンチンには5000エーカーのブドウ畑があったが、 20年後の1893年には5倍の2万5000エーカーとなった。1905年には国立ワイン醸造センターが設立された。ブドウ畑の飛躍的な増加は続き、20世紀初頭には51万9800エーカーにまで拡大した。サンフワン州にあるワイン博物館20世紀のアルゼンチンのワイン業界は国家の経済状況に大きな影響を受けている。 1920年代のアルゼンチンは世界で10市に入る裕福な国であり豊かな国内市場がワイン産業を強固なものとした。しかし1929年以後の世界恐慌では重要な輸出収入や国外からの投資が減少しアルゼンチンのワイン産業は停滞した。1940年代以降のフアンペロン大統領体制下では 経済が一時的な復活を見せたが、1960年代から1970年代の軍事独裁政権下ではすぐに停滞した。この時期のワイン産業は安価なテーブルワインの国内消費に支えられていた。1970年代初頭時点でアルゼンチンの年間ワイン消費量は90リットル、人であり、イギリスを含む大多数の国よりもはるかに多くの量を消費していた。 アルゼンチンと同じ新世界では、同時期のアメリカ合衆国の一人当たり、ワイン消費量は3リットル、年に過ぎなかった。1960年代から1982年代まで、高い税金が採用されたことで、低品質のワインが生産され続けるという状況に陥った。1980年代には、最大で年間12000%となる、ハイパーインフレの時代を迎え、 国外からの投資は停滞した。1982年から1992年には大規模なブドウの木の引き抜きが行われ、ブドウ畑の36%が失われた。1989年に大統領に就任したカルロスメネム政権下では幾分経済が安定した。アルゼンチンペソに有利なカワセレートの打艦期間中には再び国外からの投資が流入したが、 この時期には国内消費が劇的に低下した。清涼飲料やビールの普及によって1991年には年間消費量が55リットル、人まで下落した。ブドウ畑をサイクリングする観光客リンゴクチリが輸出市場で成功を収めるとアルゼンチンのワイン産業もより積極的に輸出市場に焦点を当て始め特に利益を得やすいイギリスと アメリカ合衆国の市場を重要視した。フランス、カリフォルニア、オーストラリアからは、空飛ぶ、醸造家が、現代的なドウ栽培とワイン醸造のノウハウをもたらし、収量管理、発酵温度管理、多くの新村の使用などがアルゼンチンに持ち込まれた。1980年代後半以降には、意図的により涼しい地域に植えられるようになった。 1990年末までに約1250万リットルのアルゼンチン産ワインがアメリカ合衆国に輸出されるようになり、イギリスにはさらに多くの量が輸出された。ワインジャーナリストのカレン・マクニールは20世紀末まで眠れる巨人とされていたアルゼンチンのワイン産業が目を覚ましたのがこの時期であるとしている。20世紀から21世紀の変わり目に、 アルゼンチンには1500以上のワイナリーが存在した。2大企業として輸出用ブランドアラモスを所有するボデガスエスメラルダと輸出用ブランドトラピチェを所有するペニャフロールがあり、この2社だけでアルゼンチン全体の約40%のワインを生産している。アルゼンチンのワイン産業は生産量の観点で世界第5位であり、消費量の観点で世界第8位である。 ワインの品質とブドウの収量管理を向上させることがアルゼンチンのワイン産業のトレンドとなっている。2010年11月24日、アルゼンチン政府はアルゼンチンの国民主としてワインを選定した。サルタ州カルチャキバレーのブドウ畑南半球にあるアルゼンチンのブドウ生育期は10月の発芽から2月に始まる収穫までの期間である。 ワイン産業に関する主要な研究機関であるアルゼンチン国立ぶどう栽培ワイン醸造研究所は地域ごとの収穫開始日を公表しており栽培しているぶどう品種によって収穫が4月までずれ込む地域もあるかなりの人数の移動労働者がおり機械収穫への移行が遅れている地域で低賃金での摘み取り作業を行っている収穫したブドウはしばしば何時間もかけて 長距離を運ばれ、農村部のブドウ畑からより都市化した地区に位置する、ブドウ醸造施設に輸送される。1970年代のアルゼンチンにおけるブドウの平均収量は22トン、エーカーを超えており、2から5トン、エーカーに過ぎないボルドーやナパバレーなどの高品質ワイン産地とは対照的だった。21世紀のアルゼンチンワイン産業は発展を続けており、寛 終了管理、キャノピーマネジメント、ブドウ畑に近いワイナリーの建設などの品質改善努力を行っている。世界中のブドウ畑を荒廃させた害虫フィロキセラの脅威が存在しない点で、アルゼンチンとチリは世界のワイン業界でユニークな産地と言える。チリとは異なり、アルゼンチンにもフィロキセラは存在するが、土壌中で長く生存しない特別に弱い個体群である。 アルゼンチンの個体群が、ブドウの木を攻撃しても木を枯らすほどの損傷には、至らず、再び根が成長する。このため、アルゼンチンのブドウの木の多くは、旧世界とは異なり、大義に接ぎ木していない。フィローキセラの脅威がアルゼンチンに達していない理由については、様々な仮説が立てられているが、何世紀にもわたる、淡水管外の伝統で水分が深く土壌に、 浸透している点は一つの仮説に挙げられている。また、地理的に隣接しているヨーロッパのワイン産地とは異なり、アルゼンチンが世界の他のワイン産地と相対的に隔絶されている点も挙げられ、山岳、砂漠、海洋が自然の障壁となってフィロキセラの拡大を阻んでいるとする仮説も挙げられている。フィロキセラの危険性が低いにもかかわらず、 収了管理の容易さを求めて第二に継ぎ木して育てる生産者もいる。19世紀と20世紀にはヨーロッパからの移民によって様々な仕立て法が持ち込まれた。エスパルデラ方式は地面近くに3本のワイヤーを用いる伝統的な方式を取り入れている。1950年代にはパラルクジャーの方式として知られる新方式が導入され、カボーは 地面から離れた高い場所から垂れさせられる。パラルクジャーの方式は、クリオリャグランデシュや、セレサシュなどの高収量品種の栽培を助長し、巨大な国内市場に対応して生じた、バルクワイン産業の屋台骨となった。20世紀末には、市場がより、高品質なワイン生産に焦点を当てるようになった、ため、多くの生産者は、伝統的なエスパルデラ方式に回帰し、 収量を管理するためにキャノピーマネジメントに取り組むようになった。アルゼンチンでは、アルゼンチン国立ブドウ栽培、ワイン醸造研究所が、ワインの品質管理を行っており、削重量やアルコール度数の制限などが行われ、過糖の禁止や生産量の申告などが義務付けられている。アンデス山脈を見晴らす面倒砂州の、ブドウ畑点的灌え装置の、 外観アンデス山脈薬からの雪解け水を使用する複雑な灌溉システムは、インカ帝国で使われていた技術をスペイン人入植者がアルゼンチンに持ち込んだ16世紀に起源を持ち、アルゼンチンの農業にとって重要な構成要素となっている。水路や運河によって山麓から水流が供給され、貯水池に貯蓄される。政府が認証する水利権を得たものだけが、 この水流をぶどう畑の灌溉に使用できる。新しいぶどう畑は既存の水利権を有していないため、60から200メートルの地下水組み上げ井戸などの代替水源を使用し、地下の耐水層から地下水を組み上げることが多い。地下水組み上げ井戸の建設には一定の資金がいるものの、1時間あたり25万リットルの地下水をぶどう畑に供給することができる。歴史的には、 膨大な量の水を平らなブドウ畑の一面に引き入れる炭水管外が最も一般的な方法だった。この方法はフィローキセラの侵攻に対する無意識の予防措置となった可能性もあるが炭水管外は収量の管理や潜在的品質の向上にはつながらなかった。炭水管外に続いてブドウの木のウネマの溝に水を引き入れるウネマ管外が発達した。 この方法は、炭水管外よりも幾分収量管理を容易にし、また高収量を得るのに適した、管外方法だった。1990年代末になると、点滴管外がより一般的となり始めた。点滴管外の導入には高額の費用を要する、ものの、この方法は、ぶどうの収量管理を容易にし、ぶどうの水分ストレスを活用することで、 ブドウの潜在的な品質を向上させた。アルゼンチンのワイン産地ブエノスアイレス州、コルドバ州、ラパンパ州などのパンパ地域でも少量のワインを生産しているが、アルゼンチンワインの大部分はアンデス山脈の山麓にある西方のワイン産地で生産される。アルゼンチン最大でワイン産業を牽引する産地はメンドーサ州であり、アルゼンチン全体のワイン生産量の2。 3以上を占めている。面倒砂州の北側にあるサンフアン州とラリオハ州が続いており、この3州は空조地域に含まれる。アルゼンチン北西部にはカタマルカ州、フフィ州、サルタ州があり、この地域には世界で最も標高の高いブドウ畑が存在する。南部のパタゴニア地方にある、 リオネグロ州とネウケン州は伝統的にアルゼンチンの果実栽培の中心地であるが近年ではピノノワール州やシャルドネ州など涼しい気候で生育するブドウ品種も栽培している。トラピチェワイナリータッピスワイナリー1980年のメンドウサ州では629,850エーカーでブドウが栽培されていたが2003年には 栽培面積が36万972エーカーにまで減少した。とはいえ、メンドーサ州は依然としてアルゼンチンワインを牽引する産地である。21世紀初頭、メンドーサ州単独でもアメリカが州国全体の半分ほどのブドウ栽培面積を持ち、ニュージーランドとオーストラリアの栽培面積の合計を上回っていた。メンドーサ州は、 アルゼンチンの首都ブエノスアイレスから遠く離れているが、チリの首都サンティアゴからは、飛行機でわずか1時間弱の距離にある。メンドーサ州のブドウ畑の標高の高さ、夜間の涼しさなどが、酸味や色合いに好影響をもたらす。メンドーサ州のブドウ畑の大部分は、マイプー軍やルハンデ空女軍に見られる。1993年、ルハンデ空女軍は、 面倒左州初の原産地故障地域となった。その他に注目すべき地域には、ウコバレーやトゥプンガト群がある。面倒左州は、アコンカグアの裏手にあり、平均的なブドウ畑は、標高600から1100メートルの範囲に植えられている。この地域の土壌は、粘土層に砂や、お奇跡土が乗っかっており、気候は、四季が明確な大陸性気候である。 歴史的にピンク色の花火が特徴で高収量のセレサシュやクリオーリャグランデシュが支配的だったが近年ではマルベック種がこの地域で最も人気のある品種となっている。依然としてセレサシュとクリオーリャグランデシュは面倒差種全体の約1、4を占めるものの栽培面積の半分以上がマルベック種、カベルネ装備に4種、天ぷらに色ョ種。 イタリア系品種などの高品質な黒品種となった。メンドーサ南西部のウコバレーにある高標高のトゥプンガトビンヤードでは白ブドウのシャルドネ種の人気が高まっている。マイプ地域は冷涼な気候で土壌の塩分濃度が低く、カベルネソービニオン種の質の高さで注目を集めている。メンドーサ州のワイン生産者は原産地故証明書を確立させるために当局と連携している。 高標高でのブドウ栽培標高3100メートルのサルタ州価値にあるブドウ畑とワイナリーマルベック種を栽培するメンドーサ州のルハンデ空女群とウコバレーにはアルゼンチンで最も標高が高いブドウ畑がある。これらの地域はアンデス山麓に位置し標高850から1500メートルにある。アルゼンチン人ワイン醸造家のニコラスカテナサパタは高い標高が ブドウ栽培に与える影響の実験を通じて、アルゼンチンのワイン業界でマルベックダネとメンドウサ州の地位を向上させた人物とされている。1994年には、トゥプンガト地域のグアルタジャリーにある標高約1500メートルのアドリアンナビンヤードに初めてマルベックダネを植え、アルゼンチンのマルベックダネのクローンセレクションを行った。高標高にあるメンドウサ州のブドウ畑は、 ポールホップウズ、ミシェル・ロラン、ロベルト・シュプレッソ、アルベルト・アントニーニなど、多くの外国人ワイン醸造者を引きつけている。生産量の点で、メンドーサ州に次ぐのは、メンドーサ州のすぐ北側にあるサンフアン州である。2003年には4万7000ヘクタールでブドウを栽培していた。サンフアン州は、メンドーサ州よりも厚く、年功水量は、約150ミリメートル。 夏季の気温は毎年のように摂取42度以上となる。サンフワン州の気候はクリオーラダネやセレサ州などの蕎ヤで高収量の品種に適しており、ピンク色の果皮を持つこれらの品種は濃縮ブドウ果汁、色合いを深めるブレンド用、干しブドウ加工用や生食用などに使用される。サンフアン州の中でも涼しい地域を開拓している生産者もおり、高品質ワインの生産は、 カリンガスタ軍、ウルム軍、ソンダ軍、トゥルムバレーに集中している。シラーュやドゥルセノワール州から生産される、高品質赤ワインの生産に加えて、サンフアン州では、シェリースタイルの主成強化、ワイン、ブランデー、ベルモットの生産の長い歴史を有している。ラリオハ州は、スペイン人宣教師が初めてブドウを植えた地域の一つであり。 アルゼンチンの中でもワイン生産の長い歴史を有する。2003年には8000ヘクタールでブドウが栽培されており、香り豊かなマスカットオーブ、アレキサンドリア州やトロンテスリオハーの種で知られている。この地域は水不足に悩まされており、ブドウ畑の拡張の機会が奪われている。サルタ州、カファジャテカタマルカ州、フフィ州、サルタ州など、アルゼンチン北西部のブドウ畑は、 南位24度から南位26度の範囲に位置している。多くのブドウ畑は標高1500メートルにあり、サルタ州のボデガコロメは標高2250メートルと標高3000メートルに畑を有している。ヨーロッパでは900メートル以上の高地にあるブドウ畑は少ないが、サルタ州には世界で最も標高の高いブドウ畑があり。 ドナルド・ヘスが所有するコロメ畑の一部は標高3000メートルを超える。ワイン専門家のトム・スティーブンソンはそれがまるでグランクリュであるかのようにワインラベルにブドウ畑の標高を記載して宣伝する生産者がいることに言及している。この地域の土壌や気候は面倒差州に似通っているが独特の微気候とブドウ畑の高標高がブドウに酸味の強さを生じさせ、 ワインにバランスや奥深さを与える。2003年時点で、カタマルカ州には2300ヘクタールのブドウ畑があり、北西部の山州で最も栽培面積が多かった。サルタ州のカファジャテ地域は、トロンテスリオハーの種から生産される、フルボディの高品質ワイン。 またカベルネソービ備にン種やタナシから生産される果実味あふれる赤ワインが世界中で注目されている。サルタ州カファジャテ地域の大部分はカルチャキ川とサンタマリア川に挟まれた流域にある標高1600メートル以上の地域に位置している。水分を含んだ雲は山岳に遮られるため、この地域にはフェーン効果が発生し乾燥して晴天日が多い。 高標高ではあるが、夏季の日中の気温は摂氏38度に達することもあり、一方で夏季の夜間の気温は摂氏12度にまで下がることもあり、日中温度変化が激しい。摂氏マイナス6度まで下がることもある陶器の構想は、ブドウ栽培にとって脅威となる。アルゼンチンの総ワイン生産量の2%以下である、もののカファジャテ地域の名声は高まっており、 フランス人醸造家のミシェル・ロランやカリフォルニアのワイン生産者、ドナルド・ヘスなど、外国からの投資が行われている。パタゴニアで栽培されているピノノワール・シュ・パタゴニアのリオ・ネグロ州やネウケン州は、北部の主要地域よりもかなり涼しい気候であり、アルゼンチン国内では果事の産地として知られている。白亜質の土壌であり、その気候のために、ブドウの生育期は長い。 20世紀初頭には、ウンベルトカナーレがボルドーから、ブドウの挿し木を輸入し、この地域発の商業的なワイナリーを設立した。リオネグロ州は、将来有望な産地であり、涼しい気候でエレガントなワインが生産される傾向がある。2003年には、パタゴニア全体の3800ヘクタールでブドウが、栽培されていた。この地域では、シャルドネ州やピノノワール州、マルベックダネ、 セミヨンシュ、トロンテスリオハーの種などのような涼しい気候に適した品種を多く栽培している。ボデガスワインネルトのブドウ畑はメンドサ州から1 6 0 0トル南に位置し、アメリカ大陸最南端のブドウ畑として注目されている。2012年時点では、ブドウ栽培面積の52.31%が黒品種、20.9%が白品種、 26.79%がロゼ用の品種である。アルゼンチンのワイン法ではワインラベルに品種名を記載する場合には少なくとも80%がその品種で占められなければならない。初期のワイン産業の根幹となったのは高収量を誇る品種であり、ピンク色の花碑が特徴のセレサ種、チリではパイスダネと呼ばれるクリオーリャチカ種、 クリオリャ・グランデシュなどであったが、これらの品種は今日でも30%近くを占めている。これらの品種は多くの房をつけ、棒の重量は1本あたり4ラムにも及ぶ。これらの品種から生産されるワインは容易に酸化してしまう顕著な甘みを持つピンク色、または濃い色合いの白ワインとなる傾向がある。これらの品種のワインは低価格のバルクワインとして出荷されることが多く、 1>, 1リットル入りのカスクワインや濃縮ブドウ果汁として世界中に輸出されている。アルゼンチン産の濃縮ブドウ果汁にとって日本は大きな市場である。20世紀末になるとアルゼンチンのワイン産業は輸出可能な高品質ワイン生産に移行した。高品質化を襲撃したのはマルベック種であり、マルベック種は今日のアルゼンチンで最も広く栽培されている黒ブドウ品種である。 ボナルダダネ、カベルネソービニヨンシュ、シュラーシュ、テンプラニーョダネがマルベックダネに続いている。バルベーラダネ、ドルチェットダネ、フレーサシュ、ランブルスコダネ、ネッピオーロダネ、ラボソシュ、サンジョベーゼダネなど、イタリア系イーミンは、今日のアルゼンチンで多くの栽培面積を持つイタリア系品種をもたらした。メンドーサ州のマルベックアルゼンチンワインの生産量の約60%は、 赤ワインである高温地域ではソフトで、単ン,ンに満ち、アルコール度数が高くなる。マルベック種の発祥地は南西フランスであり、奥カオールでは未だに広く栽培され、ボルドでも一定の存在感があるものの、マルベック種の名声の大部分はアルゼンチンワインによるものである。アルゼンチンで栽培されるマルベック種の下流やカボは、フランスのそれよりも小さい。 マルベックダネのワインは深い色合いとなり、ビロードのような舌触りと強烈な果実味を持つ。2003年時点でマルベックダネの栽培面積は2万ヘクタールだった。国際品種のカベルネソービニオン種もセパージュワイン、洋品種として人気を得ており、さらにマルベックダネ、メルロー種、シラー種、ピノノワール種とのブレンド用にも用いられる。 シラーシュは着実に栽培面積を増加させており、1990年には700ヘクタールだったが、2003年には1万ヘクタールにまで拡大した。特にサンフアン州でシラーシュが強く認識されている。天ぷらニーラ種にはしばしばカーボニックマセレーションが行われ、ウコバレーなどではフルジュが栽培されている。ボナルダ種は主にテーブルワインの生産に使用される。 サルタ州カファジャテのトロンテスダネシロブドウ品種としては、ペドロヒメネス種がテーブルワインに使用される。ペドロヒメネス種は最も広く植えられているシロブドウ品種であり、メンドウサ州とサンフアン州を中心に14,700ヘクタールに植えられている。スペインで栽培され、主にシェリーに使用されているペドロヒメネス種とは異なる。品種であり、ヒメネスの綴りも異なる。 アルゼンチンのペドロヒメネス種はアルコール度数が高くフルボディなワインで知られており濃縮ブドウ果汁の生産にも使用されている。ペドロヒメネス種の次に栽培面積が大きいのはトロンテスリオハーノ種でありマスカットオブアレキサンドリア種、シャルドネ種、トロンテスサンフアニーノ種、ソービニオンブラン種が続いている。その他にアルゼンチンで見られる白ブドウ品種には シュナンブランシュ、ピノグリシュ、リースリングシュ、ソービニョネゼダネ、セミヨンシュ、ユニブランシュ、ビオニエシュなどがある。トロンテスダネはアルゼンチンで最も独特な白ワインとなり、マスカット酒のような花の香りやスパイスのニュアンスに特徴を付けられる。この品種からワインを生産する工程では、発酵中の温度管理などで慎重な扱いが必要である。この品種は、 ラリオハ州やサルタ州など、アルゼンチン北部の州で広く栽培されており、特にカルチャキバレーが代表的な産地であるが、面倒ドサ州にも広がっている。国際的な需要に応じて、シャルドネシュの栽培面積も着実に増している。カリフォルニア大学デイビス校は、シャルドネシュの特殊なクローンを生み出し、このクローンは、血実不良を引き起こす傾向があるものの、 アルゼンチンやオーストラリアでは未だに広く栽培されている。アルゼンチンのシャルドネシュは高標高でも成長することが示されており、標高約1200メートルのトゥプンガト地域での栽培面積も増加している。ありがとうございます。